皆様、こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障スポットニュースでございますけれども、本日のスポットニュースは、阻止すべきは次の戦争です。では参ります。えー、本日朝のですね、動画につきまして、皆様本当にですね、温かいコメントがもうたくさんありまして、 めちゃめちゃ励まされました。もうただただね、お礼が言いたくて動画撮ってるんですけれども、まあ安全保障ニュースのチャンネルですので、ニュースも添えていきたいというふうに思います。えー、現在ですね、まあ登録者数がもう小幅ではあってもですね、減り続けている状況があるということで皆様から励ましのコメントをたくさんいただいたわけなんですけれども、まあ自分なりに理由はわかってます。 イスラエル軍対パレスナ人という構造でニュースがバンバン流しているので、イスラエルの味方をするのか、それともパレスナ人を守るっていうですね、その正義を訴えるのかっていうところで、当チャンネルは非常に中途半端に見えるというふうに思います。当チャンネルとしては、イスラエル対パレスナっていう構造で捉えておりません。 イスラエル対ハマス、つまり国家対テロリストという戦いで捉えているので、テロリストを殲滅するという意味で、イスラエルの行動というのを支持しています。しかしながら民間人の犠牲というところではあまりにも大きすぎるので、これを支持することはできないということですね。これはイスラエルも非難するし、ハマスも非難するということになります。そして、えー、民間人の犠牲というところでは、パレスナ人の犠牲に対しても心を痛めるし、そしてイスラエルの皆さんの犠牲に対しても心を痛めるというとこです。 なりますね、これがおそらくチューブラリンなような風に見えるのかなという気がしてしまいます。しかし当チャンネルがなぜこの姿勢を取るかというと、このチャンネルというのは日本の安全保障チャンネルなんですよ。我が国の未来を守るために皆さんと情報を共有していくっていうチャンネルなんですね。で、今の流れが続いていってしまうと、必ず次の戦争を呼び込んでしまいます。うん。 どういうことかと言いますと、ちょっとユレッタさんのツイートをご覧ください。よろしくお願いします。えー、トルコ国営テレビが2050年までに欧州の一部を含む旧オスマン帝国領の再併合についてさりげなく議論しているということで、とんでもない番組を トルコの国営放送がやってるということですね。旧オスマン帝国領なので、もういろんな国を侵略していくっていう話になります。2050年までに。そんなことはもちろん可能ではないんですけれども、えー、現在ですね、ロシアの侵略戦争、そしてこのハマスのテロ攻撃というのがまかり通ってしまうと、本当に昔あった帝国を取り戻すんだ、みたいなですね、 帝国主義時代のような動きが出てきてしまう。で、民主主義陣営というのはおそらくこういう動きを取りません。その危険が最も高いのは独裁国家とかテロリストっていうことになるんですね。じゃあどういう勢力がそういう動きを取るのかっていうことが羅列しております。エルドアン、オスマン帝国領復活。え、オルバン、ハンガリー帝国領復活。プーチン、ロシア帝国領復活。近平、習近平ですね。中華民族の偉大な復興。 ネダニヤフ、大イスラエル主義。これ、大イスラエル主義っていうのは、現在のイスラエルの国土ではないですかね。ヨルダンとかも取っちゃえみたいな、もっと広げるやつになります。そして、最後が、イスラム教、世界征服というふうに書いてあります。で、このイスラム教が世界征服っていうのは、まあ、イスラム教の教義の中にね、 そういう、あの、競技があるんです。ということなんです。イーヤ・マカリ先生のイスラム教最高という本がありますので、まあ、興味がある方は読んでみてください。本当にね、ちょっと怖くなってしまうような内容になってますけれども、イスラム教の競技がいろいろと解説付きで書いてあります。それでいくと、世界征服本当にこれ、企んでんじゃねえかっていう、そういう気になってしまうんですけれども、しかしですね、この世界政府っていう話というのは、 イスラム教の現在の過激派テロリストたちがですね、これを本気で信じて推し進めているということになります。で、世界同時革命につながることなので、ここに極差がくっついていってるような状況なんですね。で、こいつらのやり口というのは、アメリカさえ悪にしとけば自分たちはスペイン語を逃げれると。 うん、攻めを追わないと、アメリカが一番悪いってことにしとけば、自分たちはなんとなく許されるんだっていう戦法をずっと取ってます。アメリカが正義ではないので、アメリカの悪いところを調べればいっぱい出てくるんですね。やっぱりアメリカ悪じゃないかということで騙しやすいということになりますね。こういう、まあ大まかに言うとですけども、こういう構造を取ってる。しかし善良なイスラム教徒の人たちは何を言ってるかっていうことなんですけども、こちら、メーネーさんです。よろしくお願いします。 えー、エネスがイスラム教に反した言動を行うハマスらテロリストにイスラム教を侮辱するなと非難ということで。エネスさんというのは、あのね、アメリカの NBA というバスケットリーガーじゃないですか。で、元バスケットボールの選手です。プロの選手のエネスさんという方が、まあ、こんなことを言ってます。以下はイスラム教における戦争のルールの一部ですということですね。えー、子供を殺してはなりません。女性を殺してはなりません。老人を殺してはなりません。病人を殺してはなりません。 木を伐採してはいけません。動物を殺してはなりません。降伏した者を殺してはなりません。イスラム教を強制してはなりません。死者を冒徳してはなりません。逃げた者を殺してはなりません。建物を破壊してはなりません。礼拝場を破壊してはなりません。人質を解放しなさい。ハマスは全部破っているということで、このエネスさんという方が 怒りのツイートをしてる。で、これ以外にも他の、イスラム教の方がですね、まあ、イスラム教を辞めた人もなんですけれども、えハマスの主張しているイスラム教の教えに則っ,ってるみたいなことは全部間違いだと。で、全部西側とかのせいにするのも間違いだし、ユダヤ教のせいにするのも、ユダヤ人のせいにするのも、キリスト教徒のせいにするのも間違いだと。我々は我々でちゃんとおした、え、行いというか、教えを全うしてこなかったじゃないかという自戒の念を訴えるような人だって。 いるわけですね。なので、イスラム教の、との方全体が悪いなんてことはないんですけれども、この全体のイメージをですね、まるで世界征服を目論んでいるような危ない宗教だ、みたいな風に見せているのは結局テロリストなんですよ。うん。これを根絶しなければいけないし、もしテロリストが今回あれだけのテロ行為をして許されて温存されるってことになったら他が真似します。 で、これは、ロシアの侵略戦争にも言えることで、世界第2位の軍事大国、しかもですね、国連の安全保障理事会の常任理事国です。拒否権を持っている国。なんで拒否権を持っているかというと、もちろん戦争の勝ち組だからっていうのもあるんですけれども、この時に一応、お題目として掲げられているのは、世界中の安全保障、平和を守るため、そのために特別に拒否権を持たされているっていう、一応お題目があるわけです。そのお題目すらも、おー、 完全に破ってしまってですね、自分たちが侵略戦争をしているっていうような状況です。これが正当化されてしまうと、次に続けっていうような独裁国家、そして選挙があって、まあ民主主義体制のようになっていても、極右政権みたいなのが出てきてですね、事実上独裁国家だよみたいなトルコとかですね、イスラエルとかっていうところが、 えー、同じような動きを取ってくる可能性が出てくるということ。で、これを防がないといけない。なぜかというと、我が国の隣にはロシアと北朝鮮と中国があるからっていう話です。特に中国ですね。現在中国が台湾に侵攻してた場合、来年のですね、台湾の総統戦ですね、この前後ぐらいで侵攻していった場合、アメリカが十分にこれに対抗できるとは、いうふうには考えられません。 ということで、戦火にまみれるんですけれども、日本が台湾に課税した場合、日本もその後やられる可能性があります。まあ沖縄ぐらいは確実に取られるんじゃないかなと思います。そんな日本を次の世代に渡していいのかっていうところですね。うん。日本に波及する前に止めなければいけない戦いなんだっていう意味で、私は国家対テロリストの戦いというふうに捉えているというお話でございます。はい。というところでちょっとですね、井戸端会議だけさせてください。本当に皆さんですね、あの、励ましのコメントありがとうございました。心がまた強く。 なった気がいたします。 という、さっき今述べた理由で、私は今回のこの中東イスラエル情勢っていうのを国家対テロリストという見方、そして日本の将来を守るんだっていう観点から、やはり情報を発信していこうということを改めて強く思いました。本当にありがとうございます。えー、そしていくつかの質問があったんですけれども、まあサングラスの件ですね、未だにやっぱ、あの、そういうご意見を持たれてる方いるんだなというふうに気がいたします。あとね、喋り方の問題で、実は意図的にちょっとね、タメ口っていうと言い方悪いんですけど、フランクな言葉を混ぜたりしてます。 で、これはね、なんでやってるかと言いますと、まあ私の初期の頃の動画を見ていただければわかるんですけれども、大学でですね、レジュメを発表する、あの、学生みたいな喋り方になっていて、で、私の目指すところというのは、ラジオのように、ただ聞いててもいいし、流しとくだけでなんとなく頭に入るよっていうですね、うん、そういうまあ動画を目指しているんだけども、情報量が多いんで重たいんですよ。それをなんとか話し方とかテンポとかですね、そういうもので、なるべく皆様の耳にスーって入っていくようにしたいという願望があります。そこが目指しているところなんですけれども、 いかんせん不器用で、しかもですね、ゴリゴリの体育会計です。 小学校からずっとバスケやってまして、その後空手とかもやってますので、ゴリゴリの縦社会で生きてきたので、もうきっちり敬語喋って、きっちり固くやった方が自分自身は安心するんですね。でもその方法でやってしまうと、聞く方は固く苦しくて聞いてられないということになると。うん、それをなんとか解除したいというところで、えー、実はですね、その喋り方を工夫している。しかもそれもですね、不器用なんでうまくできないんで、じゃあもう具体的に身体的な変化もつけようということで、えー、流行性結膜炎になってですね、え、買った3ぐらい まあ、一万、どれくらいだろう四五千五六千くらいかなうん。私としては高い買い物だったんですけれども、それ他に使い道がないので、それを装着することで気分を変えて話し方を変えるっていう助けにしようみたいな感じで、ちょっとですね、もがいてもがいて、えー、やってる最中でございます。えー、必ず完成的にですね、あのー、持ってきたいというふうに思っておりますので、えー、ぜひですね、その途中経過の部分も、あのー、ご理解いただけたらですね、本当嬉しいなと。 いうふうに思います。本当によろしくお願いします。もうとにかくですね、コメントが嬉しかったです。はい、本当に、本当に嬉しかったです。えー、今後とも、あの、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。